秋田選挙区、ここに関しては、投票先を決めていると。比例代表ですよ。こちらをですね、決めかねているというのが、ほぼ残り全員と。参院選2022、消去法で選ぶ、なんか連立与党の割には結構自民党とあんまり似てなくて、こういうところも結構面白いんですけど、与党が話している内容はいろんな政策ですね。これは実現可能性が高いです。野党系が言ってる内容はほぼ実現しないだろうと、こう思うのは実際のところ。与党系の候補が自分の意見と違うことを言ってる場合、これ例えば自分の意見と違うことが実現されてしまう可能性が高いので、これは逆にまずいですよね。こんにちは、能代山本ふるさとライフの佐藤です。今日は7月の1日金曜日です。ついに2022年も半分を折り返しまして、後半戦ということになります。そして7月10日が参議院議員選挙ですので、この参院選まであと10日を切ったというところです。皆様も期日前投票終わらせたんでしょうか。私の周りではですね、ほとんどが期日前投票をするんですが、前回の衆議院選挙と違いまして、まだ投票してないという人間がですね、70% ぐらいいます。決めかねているというのが実際のところです。そしてその内訳を見ていきますとですね、秋田選挙区、ここに関しては、投票先を決めているというのが、ほぼ 100%。ただ、例の比例代表ですよ。こちらをですね、決めかねているというのが、ほぼ残り全員という感じなんで、なかなかこの比例代表、まあ、ほぼニアリーイコール政党選択選挙なんですけど、そこで決めかねているというところです。まあ実際、最近の北風新報を持ってきますけど、まあここ数日ずっとまあこうやってほぼ選挙特集になってますね。例えば6月の28の火曜日は私の公約ということで、この3名ですね。で、翌29日、こちらも私の公約で残り3名というんで公約が書かれています。まあ、北欧新報ってまとめている分なんで、かなりサマラージュしてまして、まあ、かなりこう項目が限定されてます。それと、6月の30日、昨日ですね、こちらに関してはここからの候補者に10の質問というのが始まってまして、30日は、この3名、村岡さん、藤本さん、本田さんについて5個の質問をされています。で、同じ質問項目で今日はこの3名と、石井さん、笹さん、伊藤さんと出てます。まあ、今回の5項目は、岸田政権の評価、岸田首相の外交力の評価、政府のコロナ対策は適切か、原油・物価高騰対策、防衛費増額などへの考えって書いてますんで、この5項目ですね。まあ、ぶっちゃけ当然野党系は、まあ、現政権をダメと言うし、与党系の石井さんは現政権よくやったとこうなるので、あまりまあ参考になりません、ぶっちゃけ。で、今回の項目には憲法問題とか、それから外交関係の話とか、エネルギーとか、夫婦別姓とか、少子化とか出てませんから、多分これは明日以降ので後半の5項目で出るのかなと思ってますので、そちらも合わせてまたこれは次回テーマとさせていただきます。まあ、でさっき話戻りますが、まあ、秋田選挙区は割と簡単で、決めてる人が多いです。個人に依存しますから。問題は比例代表ということで、そこに関してはですね、どうしようかという意見が多いので、私はこれは前回の衆議院議員選挙とか、あと能代市議会議員選挙、市長選挙同様、これはもう消去法で選ぼうかなと思ってます。なかなか自分の考えと 100% 一致する候補者は、あるいは政党はないと思うので、
ダメさ加減を競うというんで、まあそういう消去法で選ぼうかなと思ってます。まあ実際与党系であれば、与党が話している内容はいろんな政策ですね。これは実現可能性が高いです。野党系が言ってる内容はほぼ実現しないだろうと、こう思うのが実際のところ。ということは、逆に言いますとですね、与党系の候補が自分の意見と違うことを言ってる場合、これ例えば、自分の意見と違うことが実現されてしまう可能性が高いので、これは逆にまずいですよね。与党系候補が自分の政策と同じことを言ってくれれば、これを応援すれば、それが実現する可能性が高いと。一方で、自分としてはやっては欲しくないこと。これをもしも与党系候補が話してて、で、当選すれば、それできちゃうわけでしょ。まあ、実際、例えば、憲法改正は結構、刑が長いんですけど、例えばそのエネルギー問題とか、それから夫婦別姓とか、消費税どうするかとか、その場合は、自分の考えが違うことを与党系候補が訴えて、当選してしまったらですね、そっち行っちゃいますからね。そういう場合は、消去を仕上げはまずいじゃないですか。そういったわけで今回は、こういうテーマでお話してみようかなと思います。参院選2022、消去法で選ぶ秋田選挙区&比例代表です。参院選2022の投票先の選び方は、特に比例代表に関しては、消去法で選ぶということで、ちょっとお話してみたいなと思ってます。皆さんと一緒に考えてみたいなと思っております。さて、いきなり政党のリストを見てもですね、選挙区からの距離があって分かりにくいので、一旦ワンクッション置き気味で、まず秋田選挙区の立候補者を見て、そこから比例代表の方へ行ってみようかなと、こう思ってます。NHK のウェブサイトの中に、参議院議員選挙の特設サイトというものができております。こちらがそれです。で、ここで、候補者アンケートがありまして、ちょっと秋田を見てみましょうか。ここに6人の、立候補者が出ております。で、この6人の立候補者に対して NHK がいろんな質問をしてます。で、そして各質問に対して、どのような回答をしたかというのがずっと出てきます。例えばこの1番は、最も取り組みたいテーマとかずっとあります。岸田政権の評価とか、新型コロナウイルス対応とか、いっぱいあるんですよ。経済、暮らし、こういっぱいありますね。で、いろんな項目があって、こうずっと見ていきますとですね、100%自分の意見と合うわけではないので、ただひたすら混乱します。なので、こちらの表の使い方は、私はこうしました。自分が一番重要視している政策、その政策について、各候補者がどう答えているかと。で、その回答内容が自分のものと一致していれば OK と。自分の意見と違うと、特に大幅に違うという場合にはもうカット、消去とやります。そうすれば、自分が答えを持ってずっと巡っていくわけなので、だん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 相手が減っていって、最後は1人か2人になると。こういうことです。なので、まあ、秋田選挙区なんで、地方区はもう個人的に決めているっていうケースもあると思いますが、まあ、そうでもない場合は、自分の政策をこうテンプレートとして持って、で、比べていって、合っていればセーフ、違っていたら消去というのがどうでしょうか。で、ちなみに私の場合は、今回は、最重要テーマはエネルギー問題です。特に電源の問題です。私の考え方はもう単純、まあ、ここでも何度か言ってますが、メインの電源ですね。100%ではありませんけど、主たる電源は、再生可能エネルギーに向かっていくべきだと。特に秋田県の場合、能代、山本の場合は、洋上風力発電と、陸上の風力発電がありますから、風力発電が国の主たる政策テーマになれば、当然、地元としても、国の中でのポジションも高くなるし、貢献度も上がってきますんで、
ここに注力する人を選ぼうかな、この点に注力する政党、党派を選ぼうかなと考えています。そこが重要です。そういう観点で見ますと、例えばエネルギー問題は、まあ、17番は原子力発電なんで、この前ですね、こっちですね、18番。再生可能エネルギーの割合をどうするかというんで、私の考えは主力電源とするべきと思ってますんで、そういう面では村岡さん、石井さん、佐藤さんが一番近いということです。で、まあちょっとまあ力入りすぎてますけど、まあ藤本さんと伊藤さんもまあ近いというんで、こちらが対象になります。で、関連しまして、じゃあその再生可能エネルギーは主力電源なんだけど、当然ムラがあります。まあ今後技術革新はあると思うんだけど、当然現状ムラがあるんで、そこはバックアップする電源が必要と。例えば火力発電、単純に民間ベースだとなかなか維持管理が難しいので、例えばその分に関してはバックアップとして国が政策として補助するとか、国の管理の中に置くとかいうことも含めて考えてますので、そういうことを考えてますと、私は原発の比率はちょっと落としつつそっちかなと思ってるので、例えばこの原発の依存度を高めるかっていうのは高めるっていうのはちょっと違うかなって思ってます。なのでそう言いますと、ちょっと石井さんと本田さんは違ってくるんですからね。まああくまでも再生可能エネルギー増速が一番で、その補助としてじゃあ原発どうするのというのは2番目と考えています。で、あと3つ目あります。3つ目はですね、ちょっと急にレベルが変わるんだけど、この19番です。選択的夫婦別姓の賛否、これは私は賛成なんですよ。なのでどちらかといえば賛成が賛成というところが対象なので、藤本さん、村岡さん、石井さん、佐藤さん、伊藤さんあたりが入ってくると。で、面白いのはね、この石井さんですよね。自民党といえばですね、衆議院議員選挙の時に一回党首討論があって、その時に、党として夫婦別姓どうするかという時に、岸田さんだけが、賛成しなかったんですよね。他は全部賛成だったんですよ。なので自民党としては夫婦別姓についてはちょっとネガティブな感じなんだけど、石井さんは自民党公認ではありますが、どちらかといえば賛成と。で、若干ここは党の方針とは違ってるのが面白いなと思いました。なのでこういうことで、とりあえずまあ私は秋田選挙区の人から見る場合の、そこから透けて見える党の方針というものはここから見て分かるなと思います。で、さっき言いましたけど、いろんなテーマがいっぱいあります。ここにいろんなことを書いてます。26個。すごいですね。30個以上の質問がありますので、皆さん自分の興味のあるところを見て、ここから秋田選挙区の候補者を選ぶというのもありますね。これが一つの考えです。次に比例代表の方を見てみようと思います。こちらについては、ちょっと前にお話ししましたけど、私はエネルギー問題をメインとして投票する政党を決めようかなと考えております。で、ちょっとチャートを用意しました。まず現状を整理しましょうということで、日本のエネルギー、その現状と計画ということで若干お時間を頂戴します。まずは日本のエネルギーということで、現状と計画というものを整理してみようかなと思っています。こちらは資源エネルギー庁が発表しているデータの一部をサマライズしたものです。これ共同ニュースの方から引用させてもらいますけど、2030年度の電源構成目標というものと、2019年度直近の、集計終わっている現状実績データを並べたものですね。で、2019年度こうなってます。2019年度時点では再生可能エネルギーが占めるエネルギー構成比率は 18.1% でした。で、原子力は 6.2% で、その下火力等はですね 75.7% となってました。 1.2% という原子力発電の比率が低いなと思った背景にはですね、3.11 があるんですよね。で、ちょっと右の方にデータ持ってきました。これは震災前後で、電源構成がどう変わったかというやつなんですけど、震災前は原子力発電が 32% ありました。ちょうどこれが
脱 CO2 の、まあ、メインのアイテムになっちゃうわけですよね。それが、まあ、福島原発の事件がありまして、一気に震災後は2%まで下がったと。まあ、2012年12月ですから、震災から1年半経ってますけど、まあ、2%でした。それからだ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 ら増えてきて、2019年度にはやっと6.2%まで復活したと、こういう話です。で、その段階で、2030年度の電源構成どうするかというスタディがなされまして、で、一旦はですね、令和27年かな、真ん中にあるような構成だったんですよ。再生可能エネルギーが22から24%で、原子力が20から22と。それが再検討されまして、現在の最新のプランでは、原子力エネルギーは維持されてますが、再生可能エネルギーが当初予定よりも、どうだろう、50%ぐらい増えて、38%、こうなってます。これが現在です。現在はこういうプランです。したがって、現在の日本政府の方針に基づきますと、2030年度目標としては、原子力を20から22%にして、再生可能エネルギーを36から38にすると、その他を火力等で補うと、こういうプランになされています。さらに、これ速報値ですけど、2050年度というまでレンジ伸ばしてますと、2050年度には再生可能エネルギーを50から60%にするということです。さて、この2050年度目標が高いか低いかって話ですね。まあ、私の考えをわざわざ言う必要もないんですけど、私はまあ流れ的には主たる電源は再生可能エネルギーと。で、火力発電は国の責任において、バックアップ電源として維持するということを考えています。で、その流れの中で、当然、再生可能エネルギーというのは、まあ、太陽光が今、メインで出てますけど、太陽光は昼間の最高で、今25%ぐらいのカバレージなんですかね。ただ夜間とかは下がってくると。その間をちょうど補足できる再生可能エネルギーというのは、例えば、風力だったり、地熱だったり、水力だったりするわけでしょ、現在は。地熱もなんか、国立公園の中にあると触っちゃいけないとか、また変なルールがあって、大体地熱ってのは温泉のそばにあるので、温泉のところでこう、なんか設備作ればですね、地熱発電できるんだけど、そこはまあこう、公園を守るという法律があってできないとかって、またいろんな変なことがあるわけですよ。それでもまた、そこもなんかいまいちなんだかなと思いますけどね。したがって私は、そういった再生可能エネルギー、特に能代山本ということを考えれば、風力発電、洋上風力発電に関して国の政策としてもっとバックアップしてくれた方がいいなと。そこに ICT とか持ち込めば若い技術者も来るし、ちょっとこうハイテクな仕事もあるので人も来るだろうと、こう思ってるので、そこをやってくれる政党を選ぼうかなと思っております。そういう観点で見てみますとですね、こちら見てください。例えばイギリスなんていうのを見てみますと、2020年の段階ですでに30%ぐらいがもう再生可能エネルギーなんですね。その後どん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 増えてるのが皆さんニュースでご存知だと思いますので、まあ、こういった流れもある中で、まあ、2050年までに再生可能エネルギーを50から60というのは決して高い目標ではないと思います。私はもっとガンガンいっていいと思うんですよね。そういう観点で現在の政党の、エネルギー政策に対する方針見てみます。例えば原発への依存度って見てますと、自民党と国民民主党、まあ、NHK 党、これは、高めるべきだというのはバーンと多いわけですよね。で、立憲民主党の場合は、まあ、いろんな人がいますね。いろんな人は。ただ、まあ、ほとんどの人は減らすべきとかいうのが多いんですけど、まあ、こういうことですよ。で、公明党は、なんか連立与党の割には結構自民党とあんまり似てなくて、こういうところも結構面白いんですけど、エネルギー政策が違うんだけど、まあ、連立はできるというところが、まあ、政治ですよね。こうなってます。あとは再生可能エネルギーの割合も、そうですね。立憲民主党の場合は、すべての電源を再エネで賄うと。これはちょっと現実的ではありませんよね。まあ、共産党もそう書いてるか。まあ、さすがにすべてをまだやるのは、ちょっとこの時期では早いだろうと思いますけど、まあ、主たる電源を
再生可能エネルギーにして、その世論の不足の部分、それから技術開発を待つ分、ここに関してはこの政府が国策として応援すると、それによって電源の品質を守るというのが多分私はいいんだろうなと思います。政治ですから。そういう面でも結構こういった薄い赤のところですね、ピンクの多いところの方が私は現実的だろうと思ってました。ということで今回は参院選2022、消去法で選ぶ秋田選挙区&比例代表ということでお時間を頂戴いたしました。この週末選挙戦も結構山場という感じしてます。もしそういった候補者の話を聞く機会がありましたらですね、ぜひ耳を傾けてあげてほしいなと思っております。ということで今日も貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございました。佐藤でした。